はい、皆さんこんにちは、ミキ中村です。連続動画アップチャレンジ69日目。昨日は路上探索会で伊勢のいろいろなスポットを3人の方と巡ってきました。定期的に路上探索会やっております。伊勢のディープスポット、パワースポット、ホットスポット、シークレットスポット、怪しいスポット、楽しいスポット、絶景ポイント、いろんなところをね、伊勢在住60年の私が皆様を観光客の知らないもう一つの伊勢にご招待いたします。では昨日の様子を動画で見てみましょう。どうぞ。そうそう、どうぞ入ってください。須原大社さん、須原大社、須原大野市。須原は須原で、宮川の支流清川の流域で、この辺りが一面の河原であったことを意味している。下空の門前町山田には、大きな勢力として山田の地方自治の中心、山田三方、山田三方会合所の略、坂方、須原方、岩淵方の役所が大屋城の北側に置かれていました。須原大屋城はこの須原方の産物の神であります。ここが私入院しとった旗子。
今日これ病棟やよ。あ、こっちが病棟で、こっちも、うん、こっちは診察室。すごい。俺大体の3階の部屋に入院しとくから。めっちゃおしゃれだな。そうそうそう、わーな、診察、うん、わ、すごい、先生、着物着とんねん。ほんまに？そう。地獄、苦しみの世界からも、抱きむさめるの世界からも、畜生、浅ましい心の世界からも、修羅、この世のあの世の争いからも、人、苦労を広げ、引き受け、逃げよう。天、優しい平和ですよ。アサミの花がいっぱい。お、すごい。鉄道の跡、線路が走ったらその四角い、こう橋があったんや、これ。で、ほら、宮川駅とかトンネルあるやん。トンネルをこうやってずっとよ、桑名から電車が走っとったんや。ほんで、あそこは橋、橋梁、橋桁。ああ、そういうことか。で、こっちずっとそのトンネルが、さっきトンネル嫌やってです、ね、2つのトンネルをこう通って、月空さんまで。あのトンネルも電車が通ったんや。そう、昔は電車が通った。
なりましょうって孫右衛門さんが提案して、うん、自分が自ら、うん、みすぼらしい格好をして、うん、で人たちが調べてみたら覚えてから、そうです、素晴らしい、肉が聞きたいって言って、肉担いでくれるの、あー綺麗、綺麗やな、見れてよかった、まだもう少し行きます、なんかすごいめっちゃ開放感あるよね、この辺りを日本最長の断層中央構造線が通っています。伊勢神宮外宮を横切る中央構造線、平岩の1800万年前の礫岩、いかがでしたでしょうか。昨日本当にね、1万4000歩歩きました。距離にして10キロ、ちょっと歩きすぎましたね。もう今は大丈夫ですけど、朝はちょっと足が張っていました。毎日一応スクワットしてるんで大丈夫かなと思って、筋肉痛はありませんでした。ということで最後の締めをしたいと思います。皆様の心の安寧と愛と自由と勇気と喜びが、そしてお金もたくさん降り注ぎますように、ロングブレスで締めたいと思います。どうもありがとう。ではまた、バイバーイ。